勝ち誇った表情の夫と義母。向こうでは義父もニヤニヤしている。この人たちは私を使用人程度にしか見ていないのだ。両親の介護か離婚か選べ。家政婦扱いしてあげる。お前の奴隷生活は終わらない。そう言われているようですごく不愉快だった。新築に引っ越す高揚感が三人を普段以上に傲慢にしている。だけどこの人たちがどんな態度を取ろうと今の私には関係ない。自分たちの空回りに気づいていない三人のことが一層哀れに思えてきた。両親の介護か離婚か、理不尽な選択を出してきた彼に私は首をかしげてみせた。え？離婚は一週間前にしたよ。え？義母も義父も戸惑っている。目を丸くした顔がおかしくて吹き出しそうだ。笑いをこらえて私は詳しく説明してあげることにした。私の名前はナオ、29歳。この年になるまで私は仕事一筋の人生を送ってきた。商社マンのマサシと偶然出会い交際するようになったのは28歳の時。彼はモリスエグループという大きな組織の中で活躍する将来有望な営業マンだった。不幸続きの人生だった私。マサシから声をかけられた時はものすごく嬉しかった。私、小学生の時に両親を交通事故で亡くして、それ以来ずっと辛いことばかりだったの。仕事一筋なのも他の辛いことを忘れたいからで。そうだったんだね。なお、もう大丈夫だよ。俺が幸せにしてあげるからね。嬉しい。小さい頃お父さんとお母さんがよく言ってた。素敵な人を見つけて結婚して幸せになりなさいって。私、マサシと出会えて本当によかった。両親がいない私に気を使ってくれたのかもしれない。マサシは派手な結婚式を望まなかった。単に籍を入れただけ。彼は私にぜひ家庭に入って家事に専念してほしいとお願いしてきた。稼ぐ方は商社マンのマサシが頑張り、私は家のことに集中するという役割分担だ。義母のヨシエと義父のフミオはどちらも体が弱く、誰かのサポートが必要なのだとか。私は言われるまま家庭に入った。自分がどんなに後悔することになるかも知らないで。母親はおおらかで温かくて優しい。私の中にはずっとそういうイメージがあった。亡くした母をそんな風に捉えていたからだと思う。だから義母の意地悪さを初めて目にした時はすごく面食らった。むき出しの悪意をぶつけられて唖然としたのを覚えている。なんだいその顔は。ぼんやりしてんじゃないよ。どうして昼なのにご飯を作ってないのかって聞いてんの。嫁ならさっさと動きなさい。どんくさいね。はい、すみません。嫁姑問題が起こりがちなことは知っていた。姑からいびられたとか泣かされたという話はネット上にいくつもある。だけどまさかそれが本当にこうして自分の身に起こるなんて思わなかった。義母の意地悪さは筋金入りだ。親戚やご近所さんにも私の悪口を言いまくった。おかずを取られたり、風呂の水を抜かれたり、発熱を仮病扱いされたりしたこともある。極めつきは大切な服や靴やアクセサリーを勝手に売られたこと。私はさすがに抗議した。私の持ち物を売ったってどういうことですか？しかも勝手に。その辺に落ちてたから売ったけど。何よ、なんか文句でもあるわけ？その辺に落ちてたなんてありえません。私、自分のものはちゃんと管理しているんですから。知るもんですか。ごちゃごちゃうるさいね。何よその目は。嫁のくせに生意気な。
結局義母は一言も謝らなかった。マサシにも事情を話したけれど全然ダメ、私の管理不行き届きじゃないのかと言われてしまった。意地悪さで言えば義父も負けていない。義父は私が嫌がることをするのが大好きだ。風呂上がりには全裸で部屋をうろつくし、トイレはドアを開けたままする。もっと人目を気にしてほしい、マナーを守ってほしいとお願いするのだけれど。ああ、ここは俺の家なんだぞ。俺がどんな格好で何をしてようと俺の勝手だろうが、後から来といてごちゃごちゃ文句言うな。嫁の分際で共同生活を送っているのだからお互いを尊重し合おう。私はそう訴えるのだけれど、義父には全く届かなかった。その上少し慣れてくると今度は私にいやらしい嫌がらせを始めた。一緒に風呂に入ろうとか下着を履かせろとかニヤニヤしながら言ってくるのだ。義父は訴えられても仕方ないようなことをしているという自覚が全くないらしい。しかも義父は大のギャンブル好き、暇さえあれば競馬場やパチンコ屋に入り浸っている。会社員のくせに専業主婦の私に小遣いをねだることもあった。なおちゃん、また3万ほど貸してくれんか。来月にはきっと倍にして返すから。この通り。先月も同じこと言ってたじゃありませんか。私の貯金あと少ししかないんですからね。このままでは私は義両親から潰されてしまう。精神的にも経済的にもダメにされてしまうかもしれない。安易に同居を受け入れたのは大失敗。私はそう思わずにはいられなかった。意地悪な義両親と過ごす辛い毎日。普通なら夫に助けを求めるべきところだと思う。他がどんなにダメでも夫が味方でいてくれさえすれば大丈夫。そんな気持ちで日々を乗り切っている既婚女性も少なくないと聞く。だけど残念ながらうちの場合、夫の正志も親に負けないくらい意地悪だった。結婚前はあんなに優しかったのに、私が義実家に越してきた途端に手のひらを返して。お前は家事と親の世話だけやってりゃいい。俺のすることにごちゃごちゃ口出しすんなよ。んじゃ遊びに行ってくる。次の月曜には帰るよ。次の月曜？待ってよ正志、その間どこに泊まるの？ねえってば。正志は浮気しているようだった。共通の知人からそのことを聞かされた時、私はどんなにショックだったか。愛人とは結婚前から関係を持っていたらしい。私はただのお世話係、パートナーといっても形だけ。そんな情けない立場だった。何より腹立たしかったのは、正志に離婚歴があるという事実が明らかになったことだ。前の嫁より使えない、義母が私に向かってそう口を滑らせたことで発覚した。私から強く問い詰められた彼は開き直って知らん顔、何ともふてぶてしい態度で離婚歴があることも浮気の件も認めた。ああそうだ、他に女がいるよ。それがどうした？男の解消ってもんだろうが。何が解消よ、変な正当化をしないでくれる？なんてひどい裏切り行為。怒った私は離婚を口にした。すると正志は大笑い、好きにしろと吠えた。でも本当に離婚していいのか？今さら独身に戻れるのかよ。え？天国の親は結婚して幸せになれって言ってたんだろ？墓の前でやっぱり離婚しましたって報告すんのか？ゲラゲラと大口を開けて笑う正志。確かに私の離婚を知ったら父と母は悲しむだろう。その日私は結局それ以上は正志に意見することができなかった。浮気がバレてからというもの、正志はやりたい放題。私がどんなに止めようとしても彼は好き勝手なことをし続けた。義両親はもちろん正志の味方だ。
二人は浮気に腹を立てる私をバカにした。浮気の一つや二つで目くじら立てて情けない。そもそも浮気される自分に非があるとは思わないの？そうそう、悔しかったらせいぜいマサシに尽くして振り向かせてみせろ。大丈夫、もしもダメだったら代わりに俺が相手してやるからね。子が子なら親も親。この連中に良識や常識を求めるだけ無駄だ。私はそう思って全てを諦め、毎日を無気力に過ごすようになった。そんなある日のこと、マサシが夜遅くにベロベロの状態で帰ってきた。体からは女物の香水とお酒の匂い。彼は荷物を私に押し付けた。水、あと風呂を入れろ。それと、なんかさっと食えるもん作れ。風呂から出たら食うからよ。使用人に命じる主人のようなマサシ。すごく屈辱的に感じて、私は唇を噛んだ。今のままでいいのだろうか。この先もずっとこんな関係を続けるの。自問自答を繰り返していた時だ。マサシの持ち物の中に私はある書類を見つけた。え、これってどうしてこんなものが。浮気相手に見せるための小道具。私は直感でそう思った。これを見せて相手を喜ばせるのだろう。卑怯なマサシが考えそうなことだ。女を操るためならどんなことでもする。これは天国の両親がくれたチャンスかもしれない。私はその書類を黙って拝借した。あとはこれをいつどんなタイミングで使うかだ。作戦を練らなければならなかった。月に一度私は両親の墓を訪ねる。掃除とお供えと近況報告をするためだ。その日はいろいろと用事があってお墓参りが夕方になってしまった。お供えを持って墓に急ぐと、珍しいことに先客がいる。スーツ姿の男性だった。私に気づいて顔を上げる彼。おそらく同年代で整った顔立ちのスマートな人だ。あの、間違っていたらすみません。もしかしてナオさんでしょうか？はい、そうですが。その瞬間、彼は私の方を向いて土下座した。見ず知らずの男性にこんなことをされたのは初めてだ。あっけに取られて何も言えない私に、申し訳ありませんでした、と彼は繰り返した。ナオさんのご両親が亡くなったのは私のせいなんです。小学生の頃の私が道路に飛び出して、ご両親はそれを避けようとして。それじゃあ、あなたがトシキさん、森末トシキさんですか？はい、そうです。お詫びを申し上げるのが遅くなってしまって本当に申し訳ありません。とんだ意気地なしです。どうかお許しください。私の両親は交通事故でこの世を去った。事故のきっかけは公園から飛び出してきた子供をとっさに避けたこと。当時その子供の両親がうちにやってきて、私と親戚一同に謝罪してくれた。その子供の名前が森末俊樹。私は10年以上経った今も彼の名前をよく覚えている。私は俊樹に手を差し伸べた。土下座されたままではまともに話なんてできないからだ。彼はつい先日病気で母を亡くしたという。そして肉親を失う辛さを身に染みて感じた。私は奈緒さんにこんな辛い思いをさせたのに、顔を見て直に謝ることをまだしていなかった。そう思ったんです。でもなかなか勇気が出せなくて。それでまずは墓参りに来てくださったんですね。はい、こうして奈緒さんご本人に会えるなんて思いもしませんでした。本当は私の方からあなたに会いに行くべきだったのに、
情けないです。申し訳ありません。頭を上げてください。子供の頃のことじゃないですか。父も母も俊樹さんを車で跳ねたりせずに済んでほっとしていたと思います。ご自身を責めないでください。ボロボロと涙を流す俊樹。私は同年代の男性がこんなに泣くのを初めて見た。彼が今まで後悔と反省を繰り返してきたことがよくわかる。こうして会えて、お互いの気持ちを語り合えて、本当に良かったと思う。墓参りの後、私たちは近くのカフェに入った。お互い話し足りない部分があったからだ。身の上話もした。私が辛い状況にあることを知ったとしきは、何ですかその旦那は、と声を荒らげて。とんでもない男だ。不健全すぎます。義理のお父さんとお母さんもどうかしてる。ナオさん、今のままじゃ絶対にいけませんよ。彼は私に大いに同情してくれた。そしてなんと、私の作戦に全面的に協力してくれるという。思いがけない形で頼れる味方ができたことを、私は心から喜んだ。商社マンのマサシはそれなりに稼いでいる。彼は両親からお願いされて新しい家を建てることにしていた。義両親は出来のいい息子を褒めちぎり、神様、仏様、マサシ様と拝み倒さんばかり。うちの息子と結婚できたことをありがたく思えと、私にまで感謝を強要してきた。そして迎えた引っ越し当日。荷造りの最中、マサシが私に覚悟のほどを尋ねてきた。新居に住まわせてほしければ一生の忠誠を誓えという。最近仏頂面だし反抗的だし、嫁として何一ついいところがないぞ、ナオ。俺についてくる覚悟はあるのか？え？何よ、覚悟って。だから、一生を俺と俺の両親に捧げる覚悟だよ。この先きっと在宅介護なんかも必要になるだろう。両親の介護か、離婚か、選べ。こんな出来のいい男と離婚だなんて、あんたなんかにできるわけないわよね。覚悟しておきなさい。家政婦扱いしてあげる。お前の奴隷生活はこの先もずっと続く。そう言われているも同然だ。すごく不愉快だった。義父もこちらを見てニヤニヤしている。なんて最低な一家だろう。だけど、この人たちがどんな態度をとっても今の私には関係ない。自分たちの空回りにまだ気づかない三人のことが、いっそ哀れに思えてきた。両親の介護か、離婚か、ろくでもない選択肢を出した彼に、私は首をかしげてみせた。え？離婚は一週間前したよ。え？その時、義実家の前に白い軽トラックが止まった。運転席から降りてきたのは、トシキ。これ以上ないタイミングだ。トシキはかなり背が高くて、顔つきもどちらかといえばこわもての部類に入る。引っ越し業者ではない怖そうな男が急にやってきて、マサシも義両親も驚いていた。なんだあんたは。ここは俺の家だぞ。ナオさんの荷物を運ぶために来た。うちの嫁の荷物を？嫁？もう離婚しているはずだろう。トシキの言葉に間違いはない。今言った通り、私は一週間前に離婚している。私がそう繰り返すと、マサシがすごい剣幕で否定してきた。嘘つけ。俺は離婚するつもりなんてないぞ。そもそも離婚届だって提出してないのに。提出したけど、あなたサイン済みの離婚届を持っていたでしょ。あれを出したのよ。絶句するマサシ。彼が酔って遅い時間に帰ってきた日のことだ。私はマサシの持ち物の中に離婚届があるのを見つけた。きっと浮気相手に見せて喜ばせるための小道具だったのだろう。
嫁とは別れる。いつか結婚しよう。そう言って女を騙すマサシの顔が目に浮かぶ。私は彼のサインが書かれたその離婚届を拝借し、自分もサインして提出したのだった。マサシは真っ赤になって怒りの表情。そんなものは無効だ、と声を荒らげた。今の今まで私に介護か離婚かと迫っていたくせに。あれはお遊びで書いたものだったんだよ。それを勝手に盗んで提出しやがって。無効だ。市役所に行って取り下げてやる。もうとっくに受理されたのよ。そうそう取り消したり撤回したりできるもんですか。脅されたとか、サインを偽造されたとか、そういう特別な理由でもない限りはね。私はすでに自分の荷物を庭まで運び出している。荷物にはすべてわかりやすい位置に印をつけておいた。あとはトラックに乗せるだけ。トシキが淡々と作業を始めた。おい、こら、勝手なことをするんじゃない。うちの荷物に触ったら警察を呼ぶぞ。そうよ、さっさと敷地から出て行きなさい。俺はナオさんに頼まれてここに来た。彼女の荷物を運び出すためにね。どんな犯罪性があるというのか知らないけど、どうしても警察を呼びたいのならどうぞご自由に。ふざけやがって、とマサシが吠える。トシキがそんなマサシを睨み、大股で歩み寄った。比較的小柄なマサシに対してトシキはかなり大柄だ。見下ろされたマサシは青くなり、一歩も二歩も後退した。ふざけてるのはどっちだ。ナオさんに散々嫌な思いをさせやがって。言っとくけど、あんたの浮気のことはしっかり証拠を押さえてあるからな。は？なんだそれ。お前ナオの何なんだよ。昔からの知り合いだ。ナオさんが辛い思いをしてるのを知ったから、全面的に彼女に協力することにしたんだよ。あんたの浮気のことも調べさせてもらった。トシキのおかげで浮気相手の素性も連絡先もすでに把握済み。マサシの浮気相手は彼の会社の大口取引先の専務の奥さんだった。仕事の関係で知り合い、個人的に連絡を取り合って今の関係に至ったらしい。取引先は家族経営らしいな。そこの専務の奥さんと関係を持ったんだろ。ことが明るみに出たら今後の取引はどうなるだろうな。え、あ、いや、違うんだ。俺はその向こうから誘われて仕方なく、あっちもパートナーに不満を持ってて、それでいつかお互い再婚しようって話してて。そうやって再婚を餌に関係を持ち続けて長く楽しむつもりでいたわけだ。本物のクズだな。とにかくこのことは黙っていてくれ。取引に影響が出るくらいじゃ済まないんだよ。出世にだって響くし、まともに働けなくなる。知るか、とトシキが怒鳴った。全く同感だ。マサシの今後がどうなろうと私たちの知ったことじゃない。作業に戻るトシキの後ろで自分の破滅を想像したのか、マサシががっくりと膝をついた。私の荷物はそれほど多くない。トシキがレンタルしてきてくれた軽トラックだけで事足りる。私が積み込みをしていると義母が駆け寄ってきて強引に作業を中断させた。あんたね、こんな勝手なことが許されるとでも思ってるわけ？誰が何と言おうと離婚は無効ですからね。だってマサシにそのつもりがないんだから。行政はきっとそうは思わないでしょうね。だって普通、離婚するつもりのない人が離婚届に自分のサインをしたりしますか？でもそれはさっきも言ってたじゃない。お遊びで書いたものだったって。ちゃんと説明すれば市役所の担当者だって分かってくれるに決まってるわ。ちゃんと説明する？あの離婚届は息子が浮気相手を喜ばせるために用意したもので、サインはしていたけど本気で離婚するつもりはなかったんですって説明するんですか？そんな説明が通るわけがない。民法の規定で離婚の取り消しが認められる場合もある。
詐欺や脅迫などによって無理やりに離婚届を書かされたような場合だ。家庭裁判所に離婚取り消しの調停を申し立てて、双方が合意すれば取り消しとなる。今回、離婚の取り消しが認められるだけの正当な理由があるだろうか。私はないと思う。きっと窓口の担当者は、マサシの不道徳な振る舞いを聞いて嫌な顔をする。それで終わりだ。納得がいかないなら裁判でも何でもしてください。その時は私も本気で戦わせてもらいます。それよりもお母さん、私がお母さんを相手取って裁判を起こす方が先になるかもしれませんね。は？どうして裁判なんか？私の持ち物を何度も勝手に盗み出して売っていたでしょ。もう忘れたんですか？私がやめてほしいとお願いしてもやめてくれなかった。証拠もしっかり押さえてありますからね。え？証拠？私は密かに部屋に小型カメラを設置していた。義母が私の持ち物を盗む瞬間を撮影するためだ。当時は違ったけれど、今私と義母は全くの他人同士。身内の罪を罪に問わない親族相当令の適用はまずないだろう。お母さん、あなたがしたことは窃盗です。償ってもらいますから、そのつもりでいてください。私がそう言うと、義母は青くなって引き下がった。今の今まで見下していた相手からやり込められる気分はどうだろう。義母から受けていた嫌がらせの数々を思うと、私は今でも腹が立って眠れない。でもやっとこうして圧倒的な優位に立つことができた。おかげで少しは気が晴れたように思う。もう一人懲らしめるべき相手がいる。義父だ。私が睨むと、義父はぎくりとした様子で後ずさった。自分が今まで私にどれだけ嫌な思いをさせてきたか、よくわかっているようだ。お父さんにもお金を支払ってもらいます。私、今まであなたにいくら貸していたか、ちゃんと記録を取っていますからね。わかった。必ず返す。本当にすまん。貸したお金だけじゃありません。今まで受けた精神的な苦痛の分、慰謝料も支払っていただきます。は？慰謝料？どうして？どうしてもこうしてもない。義父はマナーやモラルに著しく欠ける人間だ。全裸で部屋をうろついたり、トイレのドア全開で用を足したりする。私に対して性的な嫌がらせに類する言葉を浴びせてきたことも何度もあった。そういった精神的な被害について賠償金を求めることのどこが悪いのだろう。もちろん裁判所がどう判断するかはわかりません。でも戦う価値は十分にあると私は思っています。それくらいしないと個人的に納得がいきませんからね。そんな。ところでお父さん、今まで黙っていましたけれど、私が勤めていた会社とお父さんが働いている会社には取引があるってご存知でしたか？知らなかったらしい。義父が真っ青になった。心細いような怯えた表情だ。そちらの会社の担当者には私の知り合いもいます。今までは身内として何も言わずにいましたけれど、これからは違いますからね。あなたが家の中でどんな行動をとっているか、すべて暴露させてもらいます。ダメだ、それはやめてくれ。俺は社内では真面目な社員で通っているんだぞ。もうすぐ定年なのに、変な噂を流さんでくれ。変な噂？全裸で室内をうろつくのも、トイレのドアを開けたまま用を足すのも、下着を履かせろと私に命じてくるのも、すべて事実でしょ？私は事実を事実として伝えるだけですよ。証拠映像付きでね。義母の窃盗を記録するために仕掛けていたカメラ。そこには義父のあられもない姿もたびたび映っている。彼のろくでもない振る舞いを裏付ける証拠になってくれるだろう。モラルのなさが知れ渡れば、社内での評判は落ち、人望もなくなりかねない。そんな事態を想像したのか、義父も義母と同じようにしょんぼりしてしまった。
今や軽トラックの荷台は私の荷物でいっぱい。移動中に落ちないよう、トシキがブルーシートで全体を覆ってくれた。用意のいい人だ。もしも彼という味方がいなかったら、あまり想像したくない。気弱な私は、きっと今のように大胆な行動は取れなかっただろう。無理に決まっている。マサシとギリオシンに逆らうことができず、せっかくの証拠も使えずに終わった可能性が高い。私はこの後、すでに契約済みの新しい部屋に引っ越す。トシキと移動先での話をしていると、ふらふらとマサシがやってきた。言いたいことがあるらしい。私からも話さなければいけないことがある。今後の予定についてだ。マサシが口を開く前に、私の方から話を始めてやった。あなたには後で慰謝料を請求するからそのつもりでいて。踏み倒したりはしないでね。慰謝料くらい払ってやるさ。いつも仏頂面で陰気なろくでもない女と縁を切れると思ったら嬉しくなってきたよ。にわかに景色ばむトシキ。私はそんな彼を片手で制した。これは私の戦いだ。私がやり返さないと意味がない。私も清々するわ。離婚歴を隠して再婚するような卑怯者だと知っていたら、最初から結婚なんてしなかったのにね。なんとでも言え。ええ、言わせてもらいますとも。酒飲みの浮気症で、嘘つきのろくでなし。交際中に気づかなかった私がバカだったわ。まさし、あなたはクズ中のクズよ。本物のクズ。仲間の大男が来た途端に強気になりやがって。それにしても、まさか自分から離婚を選ぶとはな。昔親から結婚して幸せになれって言われたんだろ。今頃親は草葉の陰で泣いてるぞ。この親不幸者。トシキが私を押しのけて前に出た。ものすごい目つきだ。間違いなく怒っている。慌てて逃げようとしたマサシが、転んで尻餅をついた。マサシを見下ろすトシキは鬼の形相だ。私が見ても恐ろしい。ナオさんのご両親がそんなことで泣くか。ろくでもない男と大事な娘の縁が切れたことを喜んでいらっしゃるに決まってるだろうが。めったなことを言うと許さんからな。うるせえ。知り合いだかなんだか知らねえけどな、人んちの問題に首を突っ込むんじゃねえよ。大体どこのどいつなんだよお前は。急に出てきてでかい顔すんな。その瞬間、トシキから怒りの気配が消えた。素性を尋ねられて冷静さを取り戻したようだ。まだ尻餅をついたままのマサシの前で、トシキは一つ咳払いをした。俺の名前は森末トシキという。え？森末って気づいたか。あんたが勤めている会社も森末グループの子会社の一つなんだろ。グループの創業者の孫にあたるのが俺だ。たちまち顔面蒼白になるマサシ。彼はグループの長の身内を敵に回していたのだ。私も勤め人だったから、マサシが何を思っているかはなんとなくわかる。トップの孫から睨まれるなんて冗談じゃない。絶対に避けたい状況だ。安心しろよ。俺は祖父の会社には勤めていない。全く別の仕事をしている。だからあんたを直接どうこうできる立場にはないんだよ。あ、そうなんですか。ああ。だけど、祖父を通じてあんたの会社の社長さんに告げ口することくらいならできる。そちらの会社の営業部にいる竹中雅史さんは、人としてちょっとどうかしてますよってね。社員の私生活の問題が社内での評価にまで影響するとは考えづらい。ただ、マサシはすでに大口取引先の専務のパートナーと浮気をしている身。加えて創業者の孫からも嫌われていると分かったら、周りはどう思うだろう。マサシに関わるべきではない。一緒に働きたくないと思うのではないだろうか。悪いけど、
俺はありのままを祖父に話すよ。あんたがいかにろくでもない男で、今までどれだけナオさんを傷つけてきたか、そのすべてをね。そんな、やめてください。この通りです。どうかお願いします。人に知られたらまずいことをしているっていう自覚はあったわけだ。あんた、本当に最低だな。申し訳ありません。ナオも本当にごめん。謝ります。心から謝ります。だからどうか会社に詳しいことを伝えるのはやめてください。必死で私たちに許しを求めるマサシ。彼は土下座した。息子のみっともない姿に義両親が揃ってうなだれる。私はマサシを無視して軽トラックに乗り込んだ。トシキは黙って車を出してくれた。ミラーの中のマサシと義両親が小さくなっていく。最後にふさわしい哀愁漂う姿だった。私がマサシに慰謝料を請求したのは引っ越しから数日後のこと。浮気相手の自宅にも内容証明を送った。マサシからも浮気相手からも翌日には支払いがあったので私としては満足だ。ただマサシと浮気相手の周りはかなりの騒ぎになったらしい。夫である専務が怒ってマサシの会社に乗り込んできて警察沙汰になったのだとか。結果、マサシは社内で後ろ指を刺される立場となり、裏では大いに非難されたという。彼は重要なプロジェクトから外され、先輩からも後輩からも見放され、社内で孤立した。今は完全に窓際族となり、いてもいなくてもいい人という雑な扱いを受けているそうだ。私は義母にも叱るべき賠償金を請求した。大した額ではなかったけれど、義母には痛い出費だったようだ。ただ、たとえ慰謝料を払ってもらっても、売り払われた品物がすべて元に戻るわけではない。中には思い出深い品物もあったのに。義母がしたことは本当に身勝手で罪深いと思う。義母に何らかの天罰が下りますように。そう、心から願うばかりだ。一方、義父には直接的な罰が下った。移動を命じられ、息子と同じように窓際族となったのだ。人事の決定に義父に関する悪い噂の影響があったかどうかは定かではない。報復人事はあってはならないからだ。だとしたら、義父には天罰が下ったのだろう。孤立した義父は次第に働く意欲をなくしていき、数ヶ月後、ついに胃がん退職したという。私にずっと精神的な苦痛を与え続けていた義両親、ここまでの時点であの二人はそれなりの報いを受けている。考えた末、私はこれ以上の慰謝料の請求をしないことにした。今三人は周りの視線に怯えながら息を潜めるようにして生きているという。そんな正志たちの末路を私に詳しく教えてくれたのはトシキだった。彼はとても几帳面な性格で、しかもやるとなったらとことんやる男。マサシの浮気相手だった取引先の専務の奥さんの末路まで調べ上げていた。専務の奥さんは離婚届を突きつけられたらしい。今は調停の真っただ中。きっと離婚が成立すると思う。でしょうね。専務さんがよっぽどおおらかな人で浮気を許してくれない限りは。浮気する人間なんて最低だ。しかるべき罰を受ければいい。同感。本当に最低だよね。今私たちは交際を始めたばかり。不幸に負けない私の強さを好きになったのだそうだ。でも本当にそうだろうか。私の両親が命を落とした原因の一端は彼にある。そのことで責任を感じていて、だからこそ私に交際を申し込んだのでは。私が思い切ってそう尋ねると、確かにそれもある、と彼は素直に答えてくれた。でもそれだけじゃないんだよ。一緒にいろいろな話をして、
同じ時間を過ごして、ナオのことが本当に好きになったんだ。嘘じゃない。信じていいの？信じてほしい。俺は絶対に君を裏切らない。天国のご両親に誓うよ。命を懸けて大切にする。ありがとう、トシキ。私、すごく嬉しい。交際からおよそ半年後、トシキは正式にプロポーズをしてくれた。私の返事はもちろん OK。 その後、私たちはうちの両親のお墓に報告に行った。お父さん、お母さん、約束します。俺、ナオさんを必ず幸せにしてみせます。お父さん、お母さん、私も約束するね。トシキさんと一緒にきっと幸せになってみせるよ。ろくでもない男とその家族のせいで辛い結婚生活を経験した私。でもトシキと一緒ならそんな辛い記憶も笑い飛ばせるくらい幸せになれるはず。私は心からそう信じている。